JWAVE イノベーションワー,ールド京セラテクノロジーカーしス <laughs> 独特の <laughs> いろんな緊張感が混ざり合ってるんですけどね,ね株主総会みたいな <laughs> <laughs> 大人は大人でね このコーナーが初回なんで緊張してるっていう、ね、なるほどスポンサーさんもいらしてるっていう、ね、なるほどねいろんなプレッシャーの中、はい、普通にでも一期一会というかね、はい、こういう機会もないんで本当に遠慮せずに聞きたいことを聞いた方がこういう場所はいいと思うんではいお願いしますよろしくお願いしますじゃあ一応テーマがございますので、えー、テーマごとにお話ししていきましょうかねはいお願いします、はいえー、まず初回のテーマはですね <coughs> 渋谷から世界発信するエッジオブについてということですけども、はいはい、もう増石さんも言い出したら膨大な仕事されていますけど、はい、まずはねあの、エッジオブのお話からということだと思いますけども、うん、ええ、もう今日あの、集合場所間違えて渋谷に行ってた人がい, <laughs> い,い,いるって聞いたんだけど、<laughs> いいですよ、もうそういうのは <laughs>、ええ、もう。 クリエイティブの根源ですからね思い違いというか思い込みというかねうもう大事ですよできればもう汗だくのフラペチーノ持って走ってきてほしかった <laughs> あの渋谷のエッジオブっていうねあのお、まあ、インキュベーションセンターやってるんですが知ってるとか見たことある人はいらっしゃいますかねはいたった一人、まあ、いいんです <laughs> あの去年の4月の1日にあの正式にオープンしてあの渋谷のタワーレコードのすぐ隣に ビル1棟、えー、地下1階から8階、そして屋上、まあ、1階はただのエントランスなんで、9フロアを使った、まあ、国際企業文化、えー、ビジネス交流会館、簡単に言うとそういうような場所を経営、はい、運営してるんですけども、あのー、例えば世の中に、な、え、ん、ー、だろうな、本当に世の中変えたいって思ってる人が3%いて、 その3%の変えたい人を信じている15%が真剣にその3%についていって残りの30%はできたサービスを使ってあとの人はもうどっちも何もしないだとしたら我々はこの3%の人のことをゲームチェンジャーって呼んでるんですね、はい、でその3%の人が日本に来た時に渋谷に来て何か 自分が持っているこの能力、お金、組織、えー、宗教観、えー、文化、アート、音楽、何でもいいんだけど、持ってきて、これ、どうにかできませんかってことをアスくできる、よろず相談所みたいな場所でありたい。うん、ってことで作ったのが、このエッジオブっていうところです。うん、で、創業者が、あの僕は言い出しっぺなんですが、6人いて、えー、ずっと僕とパートナーやってた、トッド・ポーターってのは、 TEDx ってご存知ですか ?TEDxTokyo。TED ト,、ね、トークってわかる ?TED してるよねなんかプレゼンをやってるやつね。TED、うんうん、のその本部にいた男が日本に来て、で、彼と、あと水口哲也さんって、まあ、川田さんのこれ、大先輩にあるんですよね。ねまあ日本のゲームクリエイターであり、今はもうアート、メディアアーティストっていうか、プロデューサーっていうか、水口哲也。 あの分からない方、ググってみてください、ものすごい出てくるんで、最近の彼のヒット作は、テドリス VR って、テドリスを VR 上でやるっていうね、PS4 とかやんないですか、ゲームのタイトルをね作ってらっしゃる、あとゲームの文脈だと、シムシティってゲームは知ってますか、を作ったダニエル・ゴールドマンっていうシリコンバーレーの彼も、ゲームで富を成して、でも自分のそのお金を教育だったりとか、 あの自然も環境問題だったりとかそういったことグッドウィルって言われてることに投資をしようとしている人シリコンバレーの男ですね、うん、あと小田島泰介っていう彼もフランス人と日本人のミックスなんですけども、えー、どっちかっていうと AR とか VR とかそっちのメンタリングをずっとやってたあのコンサルタントであり、まあ、今は本当にフレンチテックで日本を代表する男になりましたが。 あとはあのソフトバンクの正義孫さんの弟の、えー、孫泰造とこの6人で会社を始めました、うん、6人が全然違う方向を向かっててで,でも同じこうトライブに縁の中にいるっていううちの会社のロゴがねどっかにあるんですけど、あのー、それを見ていただくと分かると思うんですが、えー、そういったことになってます でもあの僕は何やってきたかっていうと僕は本当にそれこそ2017年まではこの JWAVE でもお世話になってあのディスクジョッキーをずっとやってきてでも自分で会社をやってえ珍しいキャリアなんですけどね、うん、あのディスクジョッキーをやりながらあーその AP バンクっていうムーブメントに関わったりとかえーウーロン社って音楽事業会社にいてまあいろんなアーティストの仕事をしたりとか。 クルックっていうあのレストランだったりとか農業だったりとか自然光の太陽光発電の開発だったりとかもとにかくいろんなえそのクリエイティブなことをいっぱいやらせていただいて今があるんですけどねそういう歴史ですそうなんですよねだからなんか僕はお話をいろんなとこでインタビューを拝見したりとか実際お話しさせてもらっててやっぱりなんか基本は DJ っていうことがあって。 それを扱っているものが音だけじゃもはやなくなってきててっていう感覚の人だなと僕はいや本当そうですよね、はい、あの非常にあのディスクジョッキーのセカンドキャリアとしては珍しいし、うん、どっちかというとそのうーんなかなか難しい仕事なんですよね、DJ っていうのは。うん、で、人が作ったものや、うん、あ出したニュースを自分なりにどう解釈してアウトプットするかっていうことが。 求められたときに、うん、その自分のフィルターが一番大事で、だからラジオってパーソナリティっていう名前がついてるんだけども、うん、あの扱うものがまさに音楽だけじゃなくて、イノベーションが、うん、自分の中ですごく大きな割合を占めてきたってことですよね。うん、なんかでも考えてみると、音楽も、ね、いろんなジャンルのものを一緒に選んだり、もともと ジャンルを超えてセレクトするるところもあるんで、うん、なんか増井さんがやられてることはまあ誰もができることじゃないけど結構自然な流れでもあるなと思いますけどね。そうですよねあの今時代が何を欲してるのかとか、まあ、音楽だけの文脈で言うと、うん、なんで米津さんがあんなにヒットしたのかとかなんで、えー、あの。 ブラッド・メルドは日本に来たのかとかいろいろあるんだけどそういったことってあの全部つながってるんですよねあの食の問題からストレスがたまって、うん、ファームエイドってライブができてそのライブプラットフォームで、えー、中継しようってなって VR で中継しようってやったのがコーチェラだったりとかうん、うん、イノベーションを起こそうっていったアーティストが集まって最初は音楽の模擬店だったのが。 イノベーションやろうよって言ってたのがだったりとかだから全部ゼロ一何にもないことから1にする人っていうのは意外とみんなアンテナがめちゃくちゃ張っててまあそれは自分が張ってるってことを言いたいんじゃないんですけどでもまあ張ってる方だと思うんですねであの捉えるでそれを捉えたものをアウトプットするっていうことがの繰り返しなんじゃないかなって思ったらねの一つの形が A チオブということですね。 こんだけやっぱりデジタルなものがあの重要視されていて、皆さん例えばインスタグラムやってる人、みんなやってんのかなね。やってんだね。ね全員やってる。Airbnb を使ったことある人。<あ>ね、そんな。えーね、Uber を乗ったこともしくは Uber eats とか頼んだことある人。ね。ほら、もうだから彼らはめっちゃオフィスいらないんですよね。 違うね、アパホテル使ったことある人はいい <laughs> <laughs> いな大丈夫です <laughs> 面白いです面白エアー i アンビーはたった一人の,、ね、あのお兄さんがたまたま友達の家に行くと止めてくれないからいや俺、その日ないから貸してあげるよ写真こんな感じっていうのから始まったわけですよね。うん、とヒルトングループの世界最大の,あのホテルチェーンの売り上げを超えたわけですよね。うん ウーバーも Travis っていう人が酔っ払っちゃっていいとこに迎えに来てもらって今俺ここにいるからってやったらピンが立って来てくれてああよかった乗っけてもらったおこれあ知らない人が勝手に暇で運転してる人をこの距離この距離あの乗っけてもらおうっていうのがウーバーでユナイテッドエアラインズの売り上げを超えてでインスタグラムももちろんその本来はカメラクルーがいて照明がいて音声さんがいてこんなことしてやってこったことを 中継ししたたたりりり写真撮ったり加工したりねやっちゃうということでディストラクティブイノベーションって破壊的改革っていうんですけど既存のものを破壊してこっちのが便利じゃんっていう提案をするそれを提案するのがエッジオフの場所で,でそれを提案し続けるにはでも最終的に人が会わなきゃいけないんですよね。違違違っっったたた文化違った思い違ったジェンダーの人が フィジカルに合わなきゃいけない、まあ、j ウェイブさんもそうだけど、プラットフォームがあって、アーティストが来て、あのディレクターさんがいて、そこに音楽があって、会って出す、これはね絶対に失われないんですよね。うん、その合うセンターを作りたかったっていうのがエッジオブなんで、新しいメディアの形だと思ってやってますね。うん、なるほどですというお話をです、ね、聞いて。 いかがでしょう何か皆さん <laughs> 結構弾が早すぎた大丈夫 <laughs> いいよな,な,なんかこのお話を踏まえてだってこのラジオを聞いてる人も初めて聞く話だから逆にリスナー的な感覚が皆さんのがあるかもしれなくて単純に今の話で疑問に思ったこととかなんか自分はこう思ってるとかこういう関わり方できないかとかね逆にね、うん、若い人も全然いいですよね,すねいやもちろん学生の団体もめっちゃ来てますし、うん あのー、クリエーターもいわゆる投資家も、うん、えイノベーターって言われてる新しいアイデアを持ってくる人、うん、あと行政が多いですね国際行政、うん、大使館、えー、最近だと先月はオーストリアの首相とかオランダの皇太子さんとか、うん、スウェーデンの国王妃がですごーいみたいなそれはそういうことがい言いたいんじゃなくて、うん、彼らはスタートアップの 新しいアイディアを持ってきてこれ日本でワークしますかって言いに来てるんですよね。で、うん、ああでも海外から来る人もそういう場所とかあるのがありがたいですよね。そうあとみんなやっぱりうちはその基本的には公用語を英語にしていてですね、うん、あのストレスなくコミュニケーション取れるようにしているんですよ。うんうん ちなみにアパの社長は来ましたアパの社長は来てない来てないですそのアパの社長はある意味破壊的改革者ですよねもう一級ドットコムを返さずにやりますみたいなそうですね横浜に何千室みたいなカレーが売ってるしねフロントのホテルのエレベーターのモニターに登場するってイノベーションをねあそうですよね私は社長ですって言うっていうねそうでですねもありますけども質問を このパートで来ましょう。挙手を名前からじゃあお願いします。はい、四、えー、年生の栗原と申します。えっ、ー、と健麻水産は、はい、えっとまあ最初ラジオで喋るお仕事をされて、でそこからこのエッチオブを立てようと思ったえっ、ー、とのはいつぐらいから何歳ぐらいの頃から <laughs> すごい何歳ぐらいだろうな。うん、あのえっ、ー、と僕はずっと自分であの仕事をしてだか皆さんの年から。 もうあの j w e さんわかんないけどラジオの DJ って基本的に3か月契約の更新なのそれを25年やるってまあまあ大変なんですよ大変なことですねもうこれはあのー、ね、うん、ゴルフしなきゃいけない時期もありましたし <laughs>、あのー、僕はその自分がディスクジョッキやりながら、えー、と万博があって でその万博をきっかけに、えー、地球がエコロジーに向かっていこう特にエに AP バンクっていうのが立ち上がってはい地球博ですか、ね、そうですねであのー、そこで、えー、っと小林武さんっていう、まあ、AP バンクを立ち上げた坂本龍一さんと櫻井一寿さんと立ち上げた、えー、人たちといろいろやるようになってで何か面白いねとであのー、最初はそのいわゆるアーティスト契約っていうとかっこいいんだけどまあ 所属アーティストだったんですね、そのマネージメント、ウーロン社ってところ。で、やっていくうちに、まあ、いろんな事業に携わって、えー、エッジオブみたいなものが必要だと思ったのは、意外と最近で、うー2016年ぐらいですかね、2016年ぐらいに、人と人がつながるとこんなことが起こるんだっていうようなことがいっぱい、うん、あの起こりだした。うん、それはどういうういこととかっていうと 携帯電話の中でみんなが、うん、あの生活するようになったことが非常に大きいかもしれないですね今思えば。うん、でたった一人のそのクレイジーなアイデアが世の中を変えていける、まあうん、さっき言ったウーバーもインスタグラムも何でもいいんだけどそうなった時にどんどんこれ、あのー、ラジオの DJ として。 あのラジオ局で言うのは大変不謹慎なんだけど <laughs> あの自分が発表しなくても、うん、アーティストが直接ファンに訴えかけられる時代になってきた時に僕たちなんかよりも有名な主婦のインスタグラマーの方が影響力あったりとか、うんうん、一生懸命作った音楽をプライムタイムでリリースするつまりワールドプレミアって言って初めて放送しますっていうタイミングがあるんだけど自分たちのプラットフォームつまりインスタ Twitter なんかでマドンナが新曲出したとき、うん、時にあちょっとやばいなと思ったんですよ僕はね、うん、マドンナを面白かしく紹介してこんなことやるんだねっていうのを共感する立場にはなれるけどプレミアーシップを持つことができなくなったことに僕は面白くないなと思っちゃった、うん、なぜならラジオや放送メディアにいる人ってのは文化祭実行委員長みたいな人が多くて、うん、お祭りで 人人がが喜んでもらうことをやりたい人が多い多ねそれがちょっとできなくなっちゃう気がしてじゃあコンテンツ側に行こうって言ってエピバンクもそうだしあのこのあと話をさせていただきますけど、まあ、Mr.Jr. の楽曲等々もそうだけども発信するってのは01のところに行きたくなった。ということで答えとしては3年前おいくつのコールですかね うん、もうあのいわゆる英語で言うと役年、うん、<laughs> 英語で言うと、うん、<laughs> YAKU の年です、ね、<laughs> 一番ダメな時に思いましたね <laughs> <laughs> ということなんでね <laughs> だな多分ね増井さんの話はねすごいじゃんすごいからその学生事務の時に聞いて自分と比べてって思っちゃうけど意外にお,おじさんになってからやってるからあとキャリアを積み上げてね、はい だから一個一個ね。そうですね。やっていくこうと,と思いますけど。えー、もう一人ぐらい、いいですか質問。あ、じゃあ、お願いします。女性は赤いマイクなんだね。あ、なんか分けてんのかな <laughs> ?。男性は青で、ね。確かに、えー。こっちの男性はちょっと黒いんだね <laughs>、えー。ブラックなことが待ってんじゃないの?ここね。え,ー、<laughs> えっと。もう次二年生から二年になる小月と申します。はい、えっと。 例えばなんですけど私が聞くに例えば、うん、とこういうプラットフォームになるものって今まですごく単発的なものが多いイメージがあったんですね例えばその「ペチャクチャ東京」とかそういうあの60秒とかこう制限時間があってスライドショーでずっとそのいろんな1週間の人たちがあのそういうプレゼンをやってで交流するっていうそういう単発的なのはあったんですけどこういうふうにこう常にプラットフォームが存在するっていうのはかなりその アベレージになると思っていて、で、でもその中でなんて言ったらいいんだろう。今日私がここに来るまで、そういう高圧スペースがあるっていうことを知らなかったので、正直そのそういう層に対して何かオープンなイベントをやったりとかするっていうことはあるんですか。いいですね。いいす,ねすごい鋭いですね。うん、まさにそう。あの僕たちがその創業者の一人で TED をやってたトートポーターってのは、TED ってのは あのカンファレンスでしゃべって2日間みんなそのギフトを持ち帰るよかったね改,改革しよう変えていこうこうなろうでも1週間もすると忘れちゃうっていうだからその一時的な盛り上がりをキャプチャーするのはいいんだけどそれはダメだよねまさにあのオンゴーイングなテッドみたいにいつも議論投資アイディアあワクワクすることがあ,のあるっていうフィジカルな場所を作ったっていうのはまずあのそういうことです。 であのそれを継続させるために僕たちはあの必死になってあの経済活動をしたりいろんなことをしてあのそのシュリンクしないようにしているっていうのが1つ、うん、1> あとあのコーワーキングのスペースっていうのは僕,僕たちは違ってコーワーキングではなくてですねスタートアップも中にいる人間も我々がセレクトした人が入っているつまりコーワーキングっていうのは不動産業なんでねだから 100万払うからって言ってずっとその風俗雑誌しか書いてない人がいても困るんですよあのやっぱりその1円も払わないんだけどあの例えば川田さんみたいな AR 上でバック転できるソフトを作るみたいな人が言ってくれた方が僕たちのプロジェクトにはワークするだからコーワーキングのやり方はそれはそれでありなんだけど僕たちはそっちを取らずにあのクローズドなクラブハウス的なアプローチを取っているでも あのー、そういう前向きな学生さんにどんどん入ってきてほしいプロジェクトやプログラムはあるし、うん、逆にこういうのやりたいんだけどって言いに来てくれたら、うん、じゃあどうしようかっていうことにむしろなるっていうことですね。だからみんながわーっと知ってるっていうよりも結構だってエチオバはね僕らは会話みんな知ってるんですよ。そそそこここにに行行きたたたいいととかかかで会話したいとかそこに行ったらまだ結構なんか ごろっとしたアイデアというか,なんかクリエーターってあのいろんな種類がいると思うんですけど映像を撮るにしてもなんか社会と接続しなきゃできなくてまずは話を聞いてもらえるかなという場所としてやっぱ機能していてだから、あれですよねコーワーキングスペースというよりはセレクトショップ的なことは近いいかもしれなでですねあそうですねねそうですねあのやっぱり目指すところはあのスタジオジブリ的な。う やっぱりこれやるよっていうのがクリアになってるっていうか何でもかんでもやりませんっていうのが一つあるし僕たちの周りにこれはいいことなんだけど渋谷っていうのは Google ができてものすごい人数がそれこそこの六本木ですから出て渋谷に来るし横にデジタルガレージって,言って昔ツイッターをローンチした会社さんができて新しいオフィスが。 であのサイバーエージェントの新しいビルができて後ろに渋谷キャストっていうのがあって WeWork ーーがまた2つできてで東急のタワーがいくつかできてもうイ,イノベーション・インキュベーションあのー、なんだろがお茶、ウーロン茶ぐらいのコモディティになってきてる中でよりとんがって僕たちは見えるそれを目指してるしあそこ、入れないけど入ったらなんかすごい、いろんな人いるよっていうやりたいんですよね。うんうん だって今もね渋谷のスタバ行っちゃうぐらいだもんね <laughs> 渋谷盛り合ってるからね、うんうん、はいというぐらいにしときましょうか第1夜はねはいありがとうございます、はい、こういう感じで進めていくんで、えー、もっと軽やかでもいいけどねはいで一旦ここで慶長、はい、については締めましょう、うんはい、ありがとうございますしたその増井さんのいろんな顔があるわけですけども、はい まあ、コアな、ねえーはい、エッジオブもやられてますけどもう一つクリエイティブディレクター兼ミュージックディレクターという、ね、ミスチルの、ねはい、お仕事もされてるんでそのお話をね、はい、しましょうかそうクリエイティブディレクターあるいはミュージックディレクターというのがえみ,みんなあれだよ、ね、好きなバンドとかいるよね好きなバンドがいますそのバンドに対してどういうふうにアプローチするかというかどういうふうにディレクションするかという,か、ね、ということを麻、ま、酔、あ、さんはやられていて。 ちょっとその話を、ねはい,伺いましょうかミスチルは知ってるよねさすがに知ってるよねみんなあの iTunes なのかプレイヤーに入ってる人はどれくらいいるのかなミスチルが一、ね、人だけ入ってない <laughs>、ね、そうですかねちょっと後で裏来て <laughs> 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 僕はそんなにあの大それたことっていうかたまたまあ <laughs> ミスターチューレンググループが 24年間小林武史さんっていう人が本当ゼロから作ったバンドで桜井和寿さんを中心にバンドメンバーで作ったそのある意味トップブランドなわけですよねで彼らがあ,のある時期にその自分たちでやってみようってことになって4人で小林武史さんのやっていたプロダクトから抜けたわけですよねであの1枚やってでリフレクションってあればもう 作って、ツアーをして、ところに、これは僕の予想ですけど、ミスタジオのファンの人は、すごくもうそのコアだし、ロイヤルっていうか、忠誠心が強いので、浮かせたことはあの言いづらいところもあるんだけど、ある日、櫻井一寿さんから電話かかってきて、ツアー、25周年のサンクスギビングっていう、感謝をしまくるツアーがあるから、見に来いと。 帯同しててみないいかっていうつまり俯瞰で彼らのプロダクションを見るってことをする人がいなくなってきたのかえもちろんマネージメントもいましたしいろんな人が素晴らしいスタッフいるんだけどもうちょっとこうえぐいことを言う人間がいないっていうかであのもちろんいろいろ一緒にやってきた中ですからツアーに行ってですねこの間引退しちゃったけどイチローさんもそうですけど。 ああいうあの天才だったり努力家だったりする人っていうのは自分がやってることに対してやっぱり違う角度からゴルフでキャディーさんっているでしょキャディーさんとちょっと似てるんだと思うんですよタイガー・ウッズに右打ってくださいって言ったってじゃあお前打てよってタイガー・ウッズ言わないわけだよねお前が言うなら打つわって言うっていうもしタイガー・ウッズが上手かったら p c で出ればいいわけで,で僕はもちろん あ,のあんな曲も書けないですしあんな詩も書けないけれども何が生かされているかっていうとまあ2つあって1つは莫大な量の音楽を DJ やってたおかげで聞いてきたもしくはレコード会社さんのおかげであの資料およびライブに足を運んだり海外に行ったりアーティストと凄まじい数のアーティストとインタビューしてきたまあそれはもうスティングからジャネット・ジャクソンから 米津玄師さんから、ね、小田和正さんまでうん、うん、みんなと会ってきてみんなの思いをめちゃくちゃ聞いてきてどこでどうレコーディングしたかとかもう全部やってきたそれが一つ自分の蓄積としてあった、うん、もう一回自分が音楽をずっとやってきたってことですねあの子供の頃からピアノやったりトランペット吹いたりドラム叩いたりだからその音楽の構成や編集ともまあ理解をしていた、うん、ということがあってそういうまあ バンドのキャディ、うん、<laughs> みたいなもうちょっとちゃんとしたことをやってるんですけどね今回の例えば「重力と呼吸」ってアルバムが出て次のドームツアーは「アゲンスト・ g r グラビティ」っていう重力に対する抵抗っていうタイトルをまあ僕は付けたんですけどであのポスターの写真もこのアングルでこういうふうにやろうとかそのクリエイティブに対してのインプットをやったりもするんですがそれはずっとバンドと一緒にいてどういうことを話してるか、うん。 メッセージは何なのかってことを吸収した上で出たあの答えなんですけどね、うそういうような、ざっくりとそういう仕事ですやでも、ずっと、ね、やってきたで、それも成功してるわけですから、それを、ね、なかなか外の人に聞けないし、でも逆に言うと、信頼に足る会話を続けてきたってことでもあるなとそうですねだあの、これはダサいと思うっていう,う勇気も。 あるし一番僕は自分でいいなと思ってるのはあのー、所属してないからだと思うんですね経済的な支えがないから僕クビになってもいいっすって思ってやってるっていうのが大きいかもしれないですね、うん、それが同じこう中にいると上司になっちゃうから、うん、い,やいいっすねいいっすねって言った方がいいんですよた、うん、ただ自分はずっと契約社会でききてきたから だからこそ、うん、あの番組もね、うん、おそらく続いたのかもしれないしそうやって勇気を持つっていうのはあるかもしれないですねなんかその仕事ってでもあれですもんねクリエイティブの仕事ってあらゆることが例えば広告考えるにしても PR 考えるにしてもクリエイティブですもんね,そうですねだからそれを頼まれる仕事っていうのは結構いろんな仕事がある中で中に入っちゃったっていうね珍しいケースというか。 で増井さんの話はねとても重要だなと思いますけどその話を踏まえていかがでしょうか皆さん結構憧れの <laughs> 状態だと思いますけどねはいじゃあお名前からお願いします。4年になりまますす中原と言います音楽をそういうふうにディレクションしていってそのバンドと話し合いながらすり合わせをしていかないといけないと思うんですけど、はい、多分バンド自体も多分ここは譲りたくないことであったりとか。 自分たちの方向性というものがある中で必ずしも全てが重なるわけではないと思うんですよそこのすり合わせってどういうふうにしてやられてるのかなとい,や本当にいい質問ですね、うん、いい質問ですね <laughs> あのもちろんバンドの良さから言うとクリエイティブモンスターである櫻井和寿だけが投票権があるわけじゃないってことがバンドの良さです4人が全員曲に対するイメージだったりアイデアがあるあそうなんですね もちろん4人は櫻井一寿という人間が作ったメロディーや詩に、えー、を信頼してそれにに惚れて奏でてるっていうかねで僕は2つあって1つは久米宏方式って呼んでるんですけど <laughs> 知ってる久米宏さんね、まあ、世代が違うニューースステーションも知らなないかな久米宏さんってニュース読んで凶悪な事件がありました例えば何百人が殺されましたでスタジオ戻ってきました クメさんこうカメラに向かっては考えましょうって言ってコマーシャルに行くんですよ、それって共感してるんでね、つまり相手にあ考えるスペースを与えてるっていうか、同じ気持ちになってる視聴者と、それを最悪ですねって白黒はっきりさせるのは小学校3年生の子でもできる技で、言っちゃいけないアナウンサー的な切り口が、つまり相手にスペースを与えるかに。もう。 ミノモンタ方式って呼んでるんですけど、<laughs> 司会者が、奥さん、玉ねぎですって言い切る、<laughs> 玉ねぎじゃないかも分からないけど、言い切るっていう、<ー>そうすると玉ねぎが売れる、つまり迷ってる時に言い切る力と、向こうがガッとしてきてる時にスペースを与えるっていう、そのバッファー、ブレーキ踏むときに触っ,た触った瞬間、ブレーキが効いたら車は横転するんだけど、遊びがあるからゆっくり止まるんだよね。<ー>そのバッファーをすごく意識して 僕は生ききててるるししバンドとも向き合ってるし <laughs> ただ今回はこうやってきたあんだけ売れて本当奇跡なわけです東京ドームが売り切れるわけで毎年全国のドームが80万人ぐらい来てチケット足りないってすごいことなんですよその人たちって欲しいものはぶっちゃけもうもしかしたらないかもしれない欲しいものはファンが喜ぶ姿だったりその満足感みたいなもので 成功した人を説得することってものすすごい大変なんですよねこれが僕の中でもちろん音楽的知識とか、まあ、センスと言われてるようなものとかがないとできない仕事なんだけど人間的なそのものっていうのかな、うん、どうやってもの言ってきたものを捉えて跳ね返すかもしくは受け入れるかここが醍醐味らしい物事の進め方なんですよね。歴史ももも見ててでも新しいものを入れて だからライブ来てくれた人はわかると思うんだけど、全然違うんですよね、今回のミスタチオのライブが、すごく最新のテクノロジーも入れてるし、曲順も決めさせてもらってるんだけど、メンバーは何これや、なでこれやんのみたいなのも入ってくるし、全然そのアプローチがきっと違うんだと思うんですよね。うん、いいですね、いい答え、いただきましたね。ただまずはミヤネ屋方式をじゃあ ずけずけ言うっていう <laughs> 屋根方式からね、うん、はいなんか質問もう一つぐらいないでしょうかじゃあね渋谷のスターを行った彼女にじゃあちょっとそうね <laughs> 2> 次2年生になる岸波ですえっとちょっとミュージックディレクターのお仕事にはちょっとかかわ、まあ、これにもかかってくるんですけど身の持った方式とか <laughs> いろんな方式をおっしゃっててで人と多分 多くの人と関わるお仕事をされてると思うんですけど、その人と関わる上で、あで大事にされてることって、何ですかいや僕はそんなに性格が自分はいいとは思ってないんですけど、人と関わる上では、やりきるってことですよね、できないっていうこともやりきる、できるってことはやりきる、ちゃんとこれはダメだっていうことを言うってことですよね。そそれは何ででもううだと思うんですけど 自分のお守備範囲ないことをやりきるできないことをできないということを言い切るっていう意味はある意味やりきるってことを大事にしてますね。例えばさ服好きなブランドはどこ服のブランドはマウジーとかマウジー <laughs> でもいいんだけどさちょっとマウジーだとあれだなあの自分で聞いといてなんだけど例えばルイ・ヴィトンが好きだとして、はい、あのルイ・ヴィトンがね 洗濯かごを作ったりとか<ー>いろんなことをやりだすと<ー>ブランドのサープレスがなくなってくるでしょ、うん、専門性っていうかそのやれることをちゃんとやるってことを尖、うん、らせていくっていうやり方、うん、今すごいグッときたよね、はいうん、だから「スタバといえば渋谷だし <laughs> <laughs> そこに居続けるってね私にとっては「スタバは渋谷なんだけどっていうね むしろそう。<laughs> 私渋谷にいたいんで、スカイプでつないでもらっていいですかって言われると、あなたに会いたくなると思う。みんな。集合場所も間違えてしまったという話。いやでもやりきるとかは本当そうですよね。いや本当そうだなと思いました。ああうん、はいあじゃあ四年の栗原と申します。はい えと当時若者が m r スターチルドレンさんの曲をたくさん聴いていた現象って今だとあいみょんさんの曲とか米津玄師さんの曲をあのみんな若者が聴いている現象と、うん、まあ例えられると思うんですけれども、うん、そうなんかこうリスナー層で。 なんかこの時代の変化みたいなことでなんか感じていることとかってありますか、うん、受け止め方が変わったとか受け止め方も変わってるしあの今、すべてのリスナーはそう分かってるわけじゃないけども特にあいみょんさんとか米津さんとかはちょっと文学的っていうかね、うん、あの今の時代ある程度自分のものをと作ったものとリスナーの距離がちょっとある。うん 間接的なすごくインディペンデントな感じがして昔の人は時代背景もあるから共感を求めるっていうのが多かったね一緒に手を挙げてくれとか、うん、そうすると共感の根源っていうのは表現者的なアーティストが多かったつまり歌もうまくなくていいし楽器も弾けなくていいんだけど生き様をみんなが共感する。うん、これあの 聞いてたらすげえ申し訳ないけど「とこジョージスタイル」って呼んでるんですけど <laughs> いろんなスタイルありますね <laughs> あ,あ,あの人は一切面白いことを言わないタグラインも一個もないの、うん、ただあの人が世田谷でアメシャいじってるのが面白いああいう大人になりたいということを売ってるわけ、うん、つまり表現者なんでね、うん、ただ今の子はもうちょっとね俺はこうだからってちょ,ちょっと自分のセグメントされた中で一生懸命やるっていうのかな なんかアプリっぽいっていうかんていうんですかねもっとあのとんがってるし表現者ではあんまりない気がするで表現者だった場合はもうちょっとこうワニマとかわかる、うん、あのやばい T シャツの子たちとかはう,うまい演奏が後 <laughs> あと<ー>だから表現者せっかく表現者なのにうめえなみたいなだから高級ブランドが破けたジーンズ売ってるみたいな感じ 無理やり破いちゃった後でみたいな。最初から破けてないっていうかオールドジーンズじゃないって感じがするんですよね。うん。うん、分かった。触った。昔に比べてなんかこう洗練されたものを求めるようになってるってことですか。あとまあ時代のあの嘆きをするポイントが音楽じゃなくて良くなってるってことですね。昔はステージに立ってもしくは原宿ジュとか知らないけど立ってうわあ聞いてくれーって言ってたのが。 インスタツイッターで「聞いてくれ!」って言えるから音楽を介して表現しなくてもよくなってるからじゃあアプリ的なものになっちゃうっていうのはこれは僕が思ってることだから答えじゃないかもしれないけど、うん、表現の矛先がいっぱいあるから、うん、で今それこそ TikTok がいいんですって急に言い出したりとかいろんなねアウトプット先が増えちゃうからでインスタやってた人が「TikTok じゃないの?」みたいな。 それが知らないことが焦りになるしでもねそういうちょっと変な方向にはなりますよね表現したい人にとってはうん,うん、面白い話ですねなんかあれですよね本当あいみょんさんとか聞いてると、うん、す,すげえ個人的なこと歌ってますよねその誰でも当てはまらないんじゃないかよなみたいなことを歌いますよね結構やっぱりかつての時代とは一人称の、うん 広さがちょっっとと変わててきてるなと思いますよねだからやっぱりねだから時代ごとにアーティストの関わり方もね変わりますからねそう、うん、音楽聴いててもヒップホップは今すごい世界で流行ってるけど例えばヒップホップの使い方っていろんなビートを組み合わせてキルトみたいにこうつなぎ合わせていくっていう作り方が多くてで今ファッションも例えばバレンシアガとかめちゃくちゃバギーな T, T シャツ作ったり。 うーなんだろうオフ・ホワイトもそうだけど大きなロゴをバーンってどっかから引っ張ってきたものをつける NASA っていうパッチを T シャツのど真ん中につけるああいうあのファッションの流れとヒップホップの流れってすごくリンクしてるんだけど要は自分ごとになってくっつけていくっていうやり方なんでねあれは表現じゃなくてファッションなんだよねちょっと。で一番大事なのはヒップホッパーがいかに所ージビジネスをやってるかどうか。つまり あのキャディラック乗って前歯が全部金で <laughs> なんだけどね百何 <laughs> とかカラットのネックレスしてるかどうかがでああのウェストコーストのやつをディスってるとかそっちに行っちゃうんですよね。うん、スタイルとかね。うん、はいありがとうございます。なんかでもあれですよあの増井さんの引き出しはやっぱり音楽だけじゃなくてファッションとかいろんなとこから説明してくれてるのかなんか。 何度信頼をしてくれてるところなのかなっていうかミスチルがだって音の話の時に出てこないですよあのところジョージっていうか <laughs> 身のもんだとかねはい例えが全部古いですけど、ね、<laughs> いやいやいいですよ僕グッときてますけどね <laughs> はいというわけでこの、えー、クリエイティブ兼、えー、ミュージックディレクターのお話はここまでにしましょう、はい、ありがとうございますじゃあ次はですねこれでもね一番皆さんにとって 関係あるかもしれないと思いいますねいくつもの肩書きを持つ時代についてということでいやもう一個の肩書きのまま一生を暮らすっていうことはもうないかもしれないですよね今後は特にそうですねなのでねこの話を伺わせてくださいはいだから増井さんはだってね DJ から始まって今ってどう説明されるんですか肩書きは起業家って言ってくれる人ももちろんいますし、うんうん、クリエイティブ イノベーションプロデューサーって書いていただいたこともありますし何も書いてないこともありますし <laughs> 自分で自分分のことは分かんないでですね、えー、でもこれからあれですよ社会に出て仕事をする人たちに対してどういうふうに、ね、あの仕事をやっていけばいいかっていう話でもあると思いますけどね,ですね非常にユニークなケースで、うん、僕なんかは本当に日本の文化の中では僕はアメリカで育ったんでこういう考え方がおそらく。 できたんだなと思うこれはでもみんなも覚えておいてほしいのは、うん、例えば一番人気絶頂の頃のマイケル・ジョーダンがシカゴ・ブルースっていうバスケチームでオールスターになってでもオフシーズンにシカゴ・ホワイトソックスであの野球選手を始めたんでね、うん、三振して帰ってくるわけですよ、うん、それはアメリカ人はやっぱ拍手するっていう文化だから、うん、チャレンジャーに対して拍手するもし日本人が例えば今誰だろう分かんないけどあのー。 ね、スーパースターの人が違うことや、うん、羽生結弦君がオフにサッカーやったらおそ、うん、らく教会の人とかファンの人が、うん、足怪我したらどうしようみたいなことになったりとか、ね、下手くそって言ったりとかそれチャレンジしたいってことに対する世間がこれだめだ時代にな,なるべきだしそういうのは寂しいなと思って。うん、で中田秀俊さんが えーとローマでプレイしてころに会計しか税理士しかないから免許を取ってゴール外すと昨夜深夜勉強まで深夜勉強してたからでしょうとかそういうツッコミを全く入れなくてやめた方がいいでじゃあタレントさんがやってお好み焼き屋さんとアパレルやったら面白いねってなるんだとしたら我々みんなもそれやった方がいい,い,いんですよでうちの会社は副業 OK なんですよだから翻訳やってる子もいればあ下手したらまあ バーをやっってててもいいと思るんですねうん、うん、で向こうは全然覚えてないんだけど堀エモ門が何回か喋った時に剣、うんね、僕のことやってることでいいことは一つあって 1>,、うん、1社から20%コレクトして100にしてるって<ー>、うん、そういう時代だってであのつまり彼が言いたいのは 20%, 20を5つ集めると100になる。うん 僕はそんなに器用にやってないんですけどまあでも40時には5010とかでバランスをとって3つ4つのプロジェクトを回しているっていうのが実感で、うん、じゃあ終身雇用のあれもないし大企業が潰れるっていうニュースもバンバン出るしどうやって生きていけばいいんだろうっていう時に、うん、違うことができる人僕の友達だと、えー、ウェブデザイナーなんだけど 生体師がいてそれはその人はやっ,ぱやっぱねアングルが違うんだよねやっぱウェブデザインってウェブデザインできるからきっと体のアングルもそういうふうに見えてるかもしれないし CSS とかねそうそうちょっと CSS しといてみたいそうそうそう下手したらその自分のチラシも自分で作るしウェブサイトも作れるしあそっかそっかそっかそれをどうやってお客さんを穴埋めする要は一人で家でやる分にはめちゃくちゃいいんですよ だって整体師さんってね例えば6時に仕事終わって、うん、そこからお家帰ってウェブデザインして、うん、で明日人来るようにやろうって言って AIB 的にかかかってこうなんかプログラム組んでそれもしてたらダブルインカムなわけですよ、うん、それはいいねって言うんだけど僕みたいに表立っていろんなことやっちゃうと、ん、匠の日本のこの文化がね、うん、それ許さないっていうか、うん、この道150年ですみたいなことに。うん 内容はわけわわけかかんんななくててもみんなこうプレーズってわかるーっ褒めるっていう文化があってそれはそれで絶対大事なんだけどこの道100年の人がすごくいいかっていうと同じことしか考えられなくなっていることもあってイノベーションが起きない例えば大企業で車だとしたらガソリンを使う車が 毎年5兆円儲かるから電気自動車はやるのやめましょうよ今俺たち引退するまではガソリンでもなんとかなんとか電気になるまでもうローも組んじゃったんでみたいなダイナミズムが動くから本当はガソリンが枯渇すること分かってんだけど電気自動車の部署が全然ちっちゃいでも疲れるから一応立ち上げるうまくいったら大う,うまくいったじゃねえかってなるっていうそのダイナミズムを変えるのはスタートアップしかないんですよスタートアップはガソリンなんかなくなる俺の暇孫は 絶対ガソリンないから太陽光で走らせる車を作んなきゃって思ってるから真剣だしそれを大企業が見て応援をするべきだしというそのダイナミズムがあるからいくつもの肩書きを持つべきだし持たないと今これから普通に生活していく上でなくなる仕事っていっぱいあってさタクシー申し訳ないタクシーねシェアあのカーになってあのブロックチェーンでつながってきたらタクシーとか。 代理店とか実際、ね、その大手旅行代理店に行って旅行申し込むっていうのはシニアで今みんな、ね、電話でやっちゃうでしょ、うん、飛行機も全部マッチングして一番安いうちの会社の若いやつはサンパウロまで16万で行くっていうのよすげえ飛行機でマッチングしていって、うん、普通だってそれ大手旅行代理店に頼んだら80万ぐらいかかるものがね、うんうん、それってやっぱ今の彼らの考え方だし。うん 彼に言ったのはじゃあマッチングサイトをさ作ればいいじゃんって言っちゃったんですよ。うん、それで、ね、あのビジネスもできるし、うん、自分がさっき言ったみたいにできる範囲内でやれることは一個でも多く、うん、自分が iPhone だったり電話だとしたらアプリを入れるように入れてきゃいいんじゃねえかなっていう。うんうんうん、という話の中で多分これ一番みんな悩んでない これから自分はどういう肩書きになっていくのかとかねどう思ってるのかっていう話も含めてちょっと聞きたいですね <laughs> 質問も含めてあじゃあ満を持して、うん、ハンチングかぶってる人にね,ねビギンの方じゃないですよ、ね、いやビギンの方じゃないです <laughs> ハンチングつながりではありますけどビギンの方でゃないですはい恋しくては出るあ,あのトーン出る <laughs> 高ら高ら出るちょっとあ後にしてください。これちょっとやばいですね、JWM 乗っちゃうとちょっと恥ずかしいはい、名前からお願いします。新三年の枝迫と申します。新選組みたい、いいですね、よろしくお願いします。今、聞いている中で、いくつもの肩書きを持つという話をされていたんですけれども、体は一つじゃないですか。そううい中で 自分の中で,です、ね、いくつものことをやっている意識というのはあるんですかああいい質問ですね、うん、全くないですね、うん、全部つながってますねうちのエイチオブっていう会社のオフィスは10フロアあって、うん、グランドデザインデザイナーじゃないからこ細かいのはやらないんですけどここにこれを置くこういう柱がこういう子にこういうビジョンがあってとかっていうのは全部自分が決めたんですねで10フロアあった時に同時進行でミスタチオのアルバムを,を作っていて 10局なんですよですごい自分の中で腑に落ちてて1曲がワンフロアっていうのがつながってるし肩書きはどうでもよくてそれはあのお客さんだったりパートナーに対して CEO って名刺に書いてると責任があるんだなっていうことは大事ただそういうつもりっていうかそこはそんなにどうでもいいっていうかそれはも何やってるかっていう方が大事で高級中華って入ってって。 エビがちっちっっゃかったら嫌でしょ何も書いてないでエビがでかかったら嬉しいじゃん <laughs> それなるほどなるほど、うん、何やってるかが大事でその看板はもうどうでもいいそういう時代になってきてるからあの大きな企業に対してちっちゃな提案がものすごくでかいこともあるしそういうのを何度も目の前で見てきてはいるんですねだから本人的には別に分けて考えてない,ていないですないです全然だから エ上で出会ったクリエイティブを音楽に生かすこともあるし、えー、音楽でこれやばいなと思ったことを例えばチケットシステムなんてビリって紙やってんのって意外ともう今だけで将来的には指にチップが入ってピンポンって入るかもしれないし、うん、そういう人はいいことがいっぱいテロ対策ができるとか、うん、この人は3回目来てるとか分かるとかそのテクノロジーがエンターテインメントを支える逆ももちろんあるし。うん そのまさに今お話しされていること自体が本来的にはテクノロジーの専門家が考えていることであったり、まあ、音楽の、ね、近くにいるプロデューサー的なだいろんなことがもう必然としてつながっているんですよね。そ<う>テクノロジーの仕事もされていますからねそうですあの絶対つながっているし昨日食べた大根が世界最難単のどっかがわかんかかないけど、うん、のイノベーションともつながっているんですよね。 食べたお米がどうやってコン,コンバインであれされたかとか、うん、どういう通路でロジスティックスで運ばれてきたかとか、うん、どういうパッケージに入ってそのパッケージを作ったのはあの紙なのかプラスチックなのかつな、うん、がってないことがなさすぎて僕は困ってます <laughs> でも答えになってますよねだからそのハンチングをかぶってる時の君と脱ぐ時の君を分けないっていうことから始めると <laughs> 分かりやすいかもしれないです あでも今の話はすごいつながっているというか正直な話なんですよねそうですね、うん、分けてないですよねで分けてたら逆にやってらんないかもしれないですよねやってらんないしその何やってんですかって聞かれることがもう愚問っていうか、うんうん、何やってんですかって言われるとっていうだからそういうパートナーさん企業さんにはもう話をしないっていうことに最近してますね話をしないといい意味であ,でも,あでも正しいかもしれないですね、うん、そういうことは理解できないってことですよねそう,、うん、そうつまり あのおばあちゃんもフジロックに連れて行くの一緒なの <laughs> 超いいからすげえからってヘッドラインがケミカルだからってだって100回言って聞かせても分かんないものは分かんないわけ <laughs> だったらこれから好きになる人を連れて行った方がよっぽどいいからみんなにはやろうとするんだね大きな企業ってのはそいや分かりやすい話ですねじゃあ次3年生になる長井です、うん、長井さんで実は僕も DJ やってて、うん で、そその、の、の、なんていうのその趣味、例えばエッジボブや,やられてるって言ってましたけど多分趣味とそれはもう完全に別なのかちょっと趣味も入ってるかっていうのをちょっと聞きたくてちなみにやられてるのはなんかカレッジのとかですかいやあ、皿回しの方うね。いやいや、それはね、趣味だってでも分かんない、今、大学生だからだけど僕、趣味はこれです、うん、これはこれですなんてことはないかな。うんうん 残念ながらエッジオブは趣味ではないけども,もミュージックテレクターやクリエイティブやるのも趣味ではないんだけども分けてはないしその質問に対するいい答えが実はないかな <laughs> えでも趣味は何ですかって聞かれたら何て答えですかまあこういったことをやっていくことですよねあの<ー>、うん、だからあ掃除です掃除 <laughs> こんまりこんまり状態すっごい掃除が好きですねんだかから誰かん家に行って 断捨離するとか。困りじゃないですか、それ <laughs>。それ困りですよ、それはそ、うん。あのー、レストランに行って、綺麗に皿鍋で店員さんが。快く持ってってもらう仕組みを作るとか。<laughs> そうなんですね。そう。掃除が好きです。<laughs> <laughs> それでも完全に趣味でしょうね。<laughs> 趣,趣味じゃないです、だって、あの掃除したいんだもん。うん、<の>掃除したい。イノベーションは掃除だから。 <laughs> 言い切りましたね、今、ミロモンター方でしたね、そう絶対そうなの、うん、これだめだよって、こうした方がよくなるよっていうのって、やっぱお掃除だって断捨離だったり、だから僕、何人ものい、うん、人の家に行って、服を捨てて、大いですよ、ますますこんりじゃないですよますますね、<laughs> <laughs> やってることこれね、ぜひやらせてほしい、やらせてほしい、そう、服を捨てて、新しいものをね、提案してっていう。 いやでもあれですもんねだから増井さんの仕事もでも近しいとこありますよねいやそうですよだからこんまりスタイルもね取り入れてるってことですよね、うん、そう色物 <laughs> 方式もあればありますね、うん、分けてない分けてないですね,ですねうん、うん、はい大丈夫ですか<え>はいじゃあこのパートはこれで終わりにしましょうありがとうございますはいじゃあいよいよね最後のパートになりましたけども 自分に合った仕事を選ぶにはというねことですよね。難しいですねい。これはむしろ逆にどんな仕事をしたいか聞きたいです、ねうん。そうですよね、うん聞。聞きましょうじゃあ。はい。うん、じゃあまず青いチェックの彼から。うん、えっ、ー、と次三年になる王のです。ところ一つ前のテーマとも少し重なるかもしれないんですけど、うん、あのあまり明確な自分に合った仕事っていうものを考えてなくて、うん、いくつも肩書きを持つ仕事を いいうスタイルで行きたいってて考えてる学生は多分多くいると思うんですけどそれでも大企業とかにたくさん応募してくるっていうのはやっぱりそういう生き方にちょっと不安があってっていうことでやっぱり終身雇用がある大企業にどうしても就活してると応募してっちゃうっていうことでそうなっていくと思ってて多分自分もどこかそういう形ので就活していくんじゃないかと漠然にちょっと感じてるんですけど。 いくつもの肩書きを持つ仕事に入るその第一歩のステップのところが多分みんなが不安に感じてるところで、うん、軌道に乗ってきたら例えばいろんなところから収入を得るっていうのはやっぱりそっちの方がある意味安定してるかもしれないそっちの方がもちろんメリットは多いと思うんですけどそうやって感じてる学生とかに対してどういったことを伝えたいですかですそれが、あのー、理想だけど現実は就寝雇用や安定企業に行きますよ、うん、と基本的な あのベーシックなビジネススキルは企業で学んでもいいと思うんですよね。メールの書き方、うん、決算報告の仕方そういうやんないのか、うん、まあいいやそういういわゆるベーシックなこと挨拶の仕方とかね、うん、あの軌道に乗ってい,いくつの収入があると安定するっていうのは,それは全然そんなことなくて大企業もそういうふうに見えてるけれども会社の内情っていうのはきっとまだ学生だとわからないこともいっぱいあって、うん、すごい借り入れをして。 新しいプロダクトを出して株価を維持してやっていくっていうやり方とオーナーがいてすごくアセット資産があってやっていくってやり方といろんなやり方があるからそれを学ぶっていうのは大企業にいてもいいと思う。うでお客さんがどういう人たちなんだろうこの人は自分たちの生活にこの部品や製品やサービスは何に役に立ってんだろうっていうことを考える時間としてはそれは素晴らしいし大企業のプラットフォームはそこにあると思うんだけども。 その後にあれ俺これができるかもしれないって思った時にやるかやんないかだと思うんですよねその勇気や思う心意気があるかないかで決まってる方がいいなんてことは一と言も思ってないし、うん、村上春樹さんってずっと千駄ヶ谷でジャズ喫茶でコーヒー飲みながらずっと漫画見たいな絵本書いて小説書いたら小説家になっちゃってとかみんなそうじゃないですか、うんうん、その決まってることが逆にきあの気持ちが悪い時もあるっていうか。うんうん そうじゃなかった時の自分に耐えられなくなるっていう気持ち悪さがあって僕はどこどこに入ってこういうスーツを着てこういう嫁さんをもらってここに住んでわーわーわーっていうのが気持ち悪さになってくるんだよねだから決めないっていうことがは全然いいと思うし大胸を選択してやるってのもいいし全く否定はしないですねただ疑問に思ったら踏み,踏み出せばいいし いいやいやと、うん、違うことに例えばあのしっかりとした奥さんをもらって子どもがこう,こ,うこういう塾に入って月々5万かかるっていうことが決まっちゃったら <laughs> そのシステムに乗っかってそれを頑張るっていうのもいい生き方だしね、うん、あの生き方はもちろんさまざまですから。いいいと思いますよね、うん、入ってから考えるのでいいし決まってるなんてことはむしろないんじゃないかなと、ね。 会社入ってゴールじゃないですからね、うん、やってるうちにあこれ向いてんなとか向いてないとかねうちのスタッフでいうと2人すごいのがいて、うん、東大行ったりハーバード行ったりして大企業のコンサル入ってそのまま行けばね、うん、それなりの人生が待ってるんだけどやめてうちに来たのが2人いるんですよ、うん、つまり彼らが何を暗示してるかって僕は考えるんだけどその安定してこうなるっていうのは、うん いつでも戻る自信があるのとうん、うん、あとは自分の目標をクリアこの中でできないと思ったっていうことが1つのサインで、うん、そういう子たちが口に来ているっていうのは1つのこれ今の社会のサインな気がするんですよね。 それミスチューのの、曲を挟ん,だんですかハレンあの <laughs> オ,レンオレンジデイズってドラマの主,主題歌ですけど、ね、新しいスタイルの DJ かなと思ったんですけど、ね、<laughs> いやいやしゃべりながらね <laughs> 曲タイトル入れていくっていうね <laughs> はいそういうねそんなそんな君が好きです <laughs> <laughs> ぶっこみますね <laughs>、はい、さすがのはいということでございますはいじゃあもうちょっとみんななってるからねはいよくのチェックの、えー、3年になります、えー、宮内といいます、うん、はい、いえー、と、私も先ほどおっっしゃっていた まあ自分自身そのしょっちゅうやりたいことが変わるって言ったら何な,なんですけど、うん、まあよく芸人さんだったら好きなその喋ることが好きでそのままそれを仕事にしてるっていうのがあって自分も好きなことを仕事にしたいなって思ってるんですけどもそれをうまく見つけられないっていうのが今自分の悩みどころであってそういうのはその肩書きをいくつか見つけていく中でその自分の好きなのを選んだ方がいいのかそれとも。 その今、学生時代にその自分がやりたいのを1個決めて集中的にやったほうがいいのかなってどっちかなっていうのが聞きたくてちなみにいくつもっていやっぱテレビとかを見てるとそのテレビ関係とかも面白そうだなって思ったりあとは逆に飛行機とかそういう電車とかそういう感じのサービス業っていう面もその自分の中で1回触れるとその気になることがあってっていうので。やっぱりテレビとと飛行機とか そのサービス業といろいろ接点が違うわけで、うん、その肩書きって言っても別々になっちゃうのかなって考えてて、うん、その中で自分の好きなことを一点に絞るべきなのかそれとも何点もいくつも肩書きを持つべきなのかっていうのを、うんまあ、その肩書きってのはもうかんもう、ね、無視した方がいいと思うんだけども、えー、飛行機はその操縦する方、整備する方、い,<や>いらっしゃいませの方そういうい一回海外に行ってみてみ 自分いろいろ英語とか喋れてる空港の職員さんとかの対応を見てみて自分もそういうふうに英語をもう少し大学時代に勉強したいなって思ってみたり、まあ、クロスロードかなミスチル的に言うとね <laughs> 今人生のね、うんうん、人生の終わりなき旅に今そうですね <laughs> ちょっとそういう回になってきそうだっど、ね、いやいやちょっとね <laughs> いやこれさすがに怒られるからやめましょう、ね、<laughs> まあ僕あの言うとまたいろいろあるから <laughs> そうで方 出る方、まあ、いろいろ,なんだろうな書いてみてやりたいことを、うん、ずっと残ってたものをやればいいなってのが一つとあと世界最速のゴールハンター自分が決めないじゃん周りが決める肩書きって周りが決めるっていうかね、うん、なんたら自分がやってきたことがそうになってくるんですよねだからその肩書きがのこのっていうのはちょっと一旦忘れてもらってただいっぱいやりたいことがあるのはよくて今。 企業はインターンシップの制度もいっぱいあるだろうし、僕たちが学生の頃はそんななかったから、全然違う時代になってきてるし、逆にどっちも転職はできると思います。ずっとテレビ制作やってて、空港職員になる人もあるだろうし、その逆もあるかもしれない。あとテレビの中でも 局員の政策と政策会社の政策と、うん、フリーランスの政策があったりとか、うん、もういろんなことを研究した方がいい自分が、うん、どういう飛行機でもこうやってカウン,ンったり人はオペレーション会社の人だったり本社の人が1人だけいてあとは全員業者の人だったりいろいろあるから車作ってるって言ったって作ってる人のフェーズがいっぱいあるのと一緒でだからその業界を自分は本を読んだり人と会ったり、まあ、こういうまさに JWAVE さんみたいなところで呼ばれてるって。うん いのかわかんないけど来てるってことは、うん、こう大人の意見を聞ける生のチャンスがあって、ね、いるわけですからとにかく研究するってことはね、うん、そこからした方がいいと思うなんかちょっとまだほわっとしてるから <laughs> それを掘る掘、うん、った時に自分が力発揮できるように今英語はどうのこうのっていったらやっとく人と話しとく、うん、そうですね、うん、まず観察したり話すことからねだ、うん、と思います 移動戦闘ワールドだなと思いました、ね。<laughs> <laughs> 確かにピ、ね、<laughs> アですよね。<laughs> はい、ありがとうございます。じゃあもう一方、はい、2年生になります岩田と申します。私も2人のお話と同じように、なんか大学生になってからなんかやりたいこととかを決めればいいやと思っていて、実際大学生に入ってから今までできなかったことを、まあ、少しずつ始めたところなんですけど。うん こう就職活動してる先輩とかの話も聞いたりしていてこういろんな会社にエントリーシートを出したりしている時になんか自分でやりたいことってなんだろうって思う時があるっていうのを聞いたこともあってたくさん経験してるけど自分に合うものってなんだろうってちょっと焦ったりすることがあるんですけどそういう困った時とかにこう自分らしさとか自分を理解するのに。 どういうことをするのが大切なのかなっていうことを聞いてみたいです。自分らしさとか自分があどうのこうのってそのメソッドがなくて、うん、よく自己啓発的なね、うん、あ,のあなたを探す5つの方法みたいなこれも全部嫌いであいの <laughs> 全くやってない。<laughs> うん、一番はリアルな体験に触れるってことしかないと思うんですね。それは旅をしたり バスで移動しなきゃいけない距離を歩いてみたりいい絵があるって言ったら見に行ったり要はその文化に入ってみた時にその文化のことをちゃんと理解してみたりいろんな宗教の人の話を聞いてみたり歴史を読んでみたりリアルな体験をしてもう一回戻ってみてして戻ってみてを繰り返すそうすると自分がいくつか疑問が出てくるんだよね物事に。 なんでこのチョコレートってこんなすぐ溶けちゃうんだろうでもいいんだよ、うん、なんかバレンタインの時に奮発して一番高いチョコ買ってみたんだけどつかんだ瞬間手がぐちゃぐちゃになったなんでだろうこれはこういう成分が入ってないからだ、うん、なのか何でもいいんだけどきっと本当のことを言ってる人に将来1回か2回全員にチャンスがあるのは、うん、本当のことをやった人と対面するチャンスが絶対あるんですよその時に 見たことあるかないかが自分の中で大事で、昔、これ、昔の話ばっかだな、俺、江川卓さんっていうピッチャーがね、松井秀喜さんっていうのがヤンキース行ったときに、すごいカン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 ホームランも打っていろいろやったんだけど、江川さんが話したときに、一個だけ足りないことは、松井はニューヨークにいるのに、メトロポリタン美術館の前に立って、絵と向き合ったことがないと思う。つまり 本物とと触れててなないっていっうことなんだよね、うん、日本の記者と一緒に餃子食ったりニューヨークのこう、ね、中でこうやるのはいいんだけど、うん、本当のニューヨーカーとなり、うん、ニューヨークの人がメトロポリタンにどんな家があるかってのはニューヨークの人知ってて、うん、それが市民の誇りでその数いでヤンキースの4番立つのと、うん、なんかこう「すげえ打てます俺」っていうのとは全然違うのよ。うん、それややるかかないかってね レクータはやっぱやっっぱてたしうんなんで4番なのかってことをうそういういことおっしゃってることを翻訳するとでも松井さんは与えられた情報っていうよりは自分で本物に触れてってそれは引き出しにあって今も出てきてるけど結構受験勉強とかってさどっちかっていうと与えられた価値観でやるじゃん与えられた価値観をすごい覚えて覚えて突破したわけじゃんでいざ自分で何だろう価値を決めていいってなった時に 多分それがさまっさらの状態になるじゃんその打ち込んでるからね、勉強にそうなった時に本当に自分がいいと思うだけを世間でいいとされているものと自分のいいと思ってることのちゃんと差分を持っておくっていうかっていううことでですすよねそうですねそ、うん、本当そう100回星野源さんの曲聴くように 1>,、うん、1回、彼のライブに行った方がいいってことだね、うんなんでいいのかっていうね、うんそううん、彼がどういう顔してどういうふうに汗かいて、うん、歌ってるのか。 生の音がどういう聞こえてくるかっていうこととかいやでも本当そういうことですなんか受験勉強でなんか世界史のさ勉強とかしてさ本当の悲しみとか人間的なものはそこから見えないじゃないですか年号を覚えたところでアウグスなんとかティヌスとか <laughs> もう忘れちゃったけどそのなんか悲しみとか怒りとかいろんな人間の感情まではやっぱ見えなくて。 そういいいったものになんか触れななととかからこありますからね僕は日に暮れてたしアメリカで育ったしアメリカの日本人学校ってのを行ってたときにね当時先生が羅生門の一部「羅生門、ね」うん、の一部羅生門ね一部分で「その」は何を指すかってあ<ー>書いてたわけ芥川さんの。はい、とれはこんな長い大作の中の一部を抜粋して「その」って書くのは表現できないって書いたら100点くれたのその先生が。 つまりそのなんて答えるつもりないぜっていうことなんだけど、うん、それがね原体験としてはめちゃくちゃきっかけになってそれはいい先生ですねそう、うん、でなんでかっていうとワシントン DC 当時日本人学校はなくて補習校って名前でスミソニアの研究員が先生やってたのみんなあら本格化じゃないですか、うん、そうだから僕のこのクレイジーな答えに対してリスペクトしてくれたんだよ、ね、ああそれは素晴らしいですね、うん、あともう一個社会ででこれで味を占めた僕は、うん アホだから社会の授業の時にネズミ返しって縄文時代のねを覚える必要ないって書いたのなぜなら僕の子供の子供が大人になった時は縄文時代2ページになっちゃうしなぜなら歴史が増えるから問題が増えるからこれいらないって省かれるやつだって書いたの、うん、<laughs> そしたらその先生は「バツ。<laughs> でも要は歴史って不利なのよ長生きるっていうの不利ねでネズミ返し必要みたいなことになってくるんじゃないかっていうのをつまりそうやってなて言うんクリエイティブっていうとあれかっこいいけどひねくれてるんですよね見る角度がそうですね分かった何か伝わるものあったんかだから問題も正解もね与えられてないけど自分の中で持っとくってことですよねそうですねあと本格化社会に出る本格化はね そういう自分で問題を見つけて解いてる人ばっかだからそういう人と会話するときに習ったことを言ってもさ <laughs> それみんなと同じ意見だからっていうことかもしれないですけどね。 いやめっちゃいい,話でしたい、うん、大学なって辞めちゃえばいいのにって思ってるんですよね、実は。<laughs> 僕はねあのい,やい言ってもいいんだよ、行ってもいいし、いろんなね彼氏できたりテニスしたりして、い,ろい,ろいいんだけど、大大大事事事ですよ雨降ったらテニスやめてボーリングみたいなね、うん、それいいんだけど、<laughs> これ完全にバブルの頃の話で、僕はバブルは経験してないですからね、ちなみに。 ね、リッチャード・ブランソンってバージンの会長とかね、そうだし、うん、あの人なんて、本当にアイディアだけで生きてるっていうかね、うんうん、本当ですよね、うん、はい、参考になったんじゃないでしょうか。うんうん、というわけで、皆さんに、なにどうしても聞きたい、もう一回、最後に聞きますか。 活発な、うん、3回目だけどねすすません4年生のクリアでやっぱりなんかこう小中高ってなんかこう勉強だけの社会をまず生きてきてで大学に行くとなんかこう大学でまず遊ぶ期間とで就活する期間とあってで4年生になるとまあみんな最初はなんか個性がどうのこうのとか言ってたのに急にみんなこうスーツを着て就活の話題しかしないみたいな,なんかで自分もなんかそこからこう抜け出したくてうずうず。 まあしてたんですけど、その抜けた後、こう自分がどう切り替えたらいいのか？っていうのがこうわからないままこう来てしまっていて、なんかそこにこう踏み出すのに何をしていったらいいですか？なるほど、人生相談所だよね,ね。そうですね。これも別料金ですね。<laughs> ねオプションで銀座の路上でやってるやつだよね。<laughs> あの目標をずっと言い続けるってことですね。あと、写真を貼るとか、それは僕ずっとやってました。僕は大学出て。 一応出たたんんだけどぬいぐるみに入ってたんですよあのマグロや鮭の解体工場で働いて僕以外全員イラン人ね誰も日本語通じない <laughs> マイナス40度の冷凍庫の中で鮭を拾っては外出ると雪降ってるんだけどあったかいみたいなうそ,ういうそういう仕事ずっとやりながらディ,ディスクジョッキー DJ いわゆるラジオの DJ の仕事 <laughs> 特殊な人生でみんな周りはそれこそちゃんまあまあの大学だったんだけど周りはみんなこう日光証券ですみたいな。 いろんなそう立派な名刺を持ってる仲間が集まれば、うん、みんなスーツ着て、うん、車買っただ、うん、なんだこっちはもうずっと徒歩だもん徒歩 <laughs> 全部徒歩、うんね、かお金もないしねただ僕はずっと同じことを言い続けたこうなるこうするあと自分がこうしたいっていう写真を貼る <laughs> ちなみにだって忘れ <laughs> の時代だって 就職活動みたたたたいいな流れああ、ね、ありりりままましししよそういうのはどうど僕は内定キングって言われてましたねものすごい内定もあったあ内定だけいっぱいあっためちゃくちゃもらった<ー>もうねすごいですよやっぱりこう「頑張ります顔」じゃない「<laughs> 頑張ります顔」英語をやややしゃべれるっていうのが当時ね重宝されてまあそれなりのそれだったから。 あの内定はすごかったですね。これはもうオンエアしないでほしいんだけど。<laughs> 内定だからもう全員、あの断りに行ったお菓子持って。えー、ちょっとやっぱ参考にならないかもしれないけど <laughs>、うん。いやでも、どうなんですか。どう、もう辛いの。そのみんな変わっていく感じが、とっちになびいちゃいそうなの。いや、なびかずに。やっていきたい。うん、やっていきたいんですけど、なんかこのままきっと何も。 あの肩書きもなくなくってしまいそうなので肩書きってのは何のこと何やか分かんないってことそうですね何かこう何をしてお金を稼ぐのかっていうのが、うん、学生まず学生がなくなってしまうじゃないですか学生ではなくなってしまうねでもうちのその例の東大に出てハーバードのメンターやってるやつはフリーターでしたよとずっと<ー>うんあれ何やってたんだ なんかとにかく肩書きはないですよ、うん、あと何をしても稼げる今は稼げないってことはまずないから、うんうん、タイミーでもいいし、うん、スターバックス渋谷店でもいいし渋谷店ね絶対彼女は来てくれるからプ <laughs> ラペチーノ汗だくで出してもいいしさ、うん、何でもいいんだけど逆に今日僕がたまたま打ち合わせしてある起業家はいきなり学生から起業して今。 何,何億円の企業になってるし肩書っていうのは別にいらないし、ねうんうん、死ななきゃいいって思っときゃいいんじゃない <laughs>、うん、<laughs> なボラギノールみたいな <laughs> ちょっと今日は楽になりましたみたいなこの引き出しの速さですよね、うん、やっぱだって話面白いもんね聞いてねだから面白さを追求して今日大丈夫ですかあでもあのいっぱいあの面白いことやった方がいいですようん、うん、あの <laughs> そうもし企業やそれは何になったら自分が面白くないとそうですよねだめ、うん、やってることが自分がだよ自分が自分でやってることが面白くないとだめってことねうん、うん、面白い俺も渋谷区の全部のバス停の時刻表写真撮ってきたでもいいんだよ <laughs>、うん、何でもいいんだけど面白いって自分が思ったことをやらないとダメだめでね、うん、はい貴重なねありがとうございます、はい、というわけで4つのテーマをね やってきましたけれどもというわけでお時間となりましたのでいや勉強もあったねなかなかない機会ではいでありがとうございました今回の京セラテクノロジーカレッジのゲストは研磨水産でございましたありがとうございましたありがとうございました